おはようございます。逆光です。朝とても寒くなってきました。6時ぐらいからは窓の外から日が差すんですけれども、角度がですね、もう冬の角度ですね。まだこんな下の方からこんな方から差してますね。今はもう7時を過ぎてます。向かい側にマンションがあってですね、太陽がこうやって、出るときにこの辺にマンションですね、一旦日陰になります。そして今マンションの右側から日が差し始めてということなので、どのぐらいかな、30分くらいは一度日陰になっちゃうんですよね。そこでやっと今日が差し始めたところで、ジャン君ポンちゃんはここに集まって、なんだっけ、どこかのニホンザルみたいに肩寄せ合っています。こんな状態かわいいけどね。もう少しすると暖かくなるかな。あら、ジャン君、やっぱり話し始めるとこっち来ちゃうのね。じゃあ、ポンちゃんそこ行きな。いい子だね。ゆくゆくゆく。はい、ジャン君。はい。どうしたの？はい。今日も来ればいいのにね。ワンは夜中に泣くんだよ。ジャン君、行くにゃ行くにゃ。そっち向いちゃうの？こっち向いてこっち向いて。かわいいでしょ。ね。Happy birthday to you! ということで、なんと今年もいただいてしまいました。ポンちゃんのお誕生日当日に届きました。これをいただきました。そして本数を間違えたそうです。いくつだっけって言われて5歳って言ったら、あ、1本足らないって言って、まあ、うちに1本あるからあるある。中だけちょっと確認させてもらいましょう、うん、なんかね、ポンちゃんに合わせたやつらしいよ。黒いケーキかな、うん、ポンちゃんは食べられないけど一応ポンちゃんに合わせたって。ショキーン、おー、チョコレートケーキになるかな。そうそう、ショコラみたいな。はい、ポンちゃんって書いてある。ケーキ屋さんもポ
ポンちゃんですか？って。ありがとうございます。かわいいね、ハートでね、はい、これ今日の生配信の時にも紹介しましょう、うん、はい。5歳のポンちゃんがご飯を食べています。5歳のポンちゃんがご飯を食べています。ポンちゃん、誕生日おめでとう。夕方6時からはみんなでお祝いするよ。おめでとう。ポンちゃんには関係ないんだけどね、みんなで喋るだけですけど。どじゃねー。はーい、はーい、はーい。あっちも泣いてる。はい、ポンちゃん5歳のお誕生日に泣いています。そしてプレミア公開今放映中ですが、この画面の中のポンちゃんも泣いています。それにつられたか、すごく泣いています。ポンちゃんはいはい、ポンちゃん、まあいい、はい、ちょっと待ってね、はい、はいはいはい、ジャン君相手してあげてくれる、はい、はい、どうした、どうしたのポンちゃん、私のこと見てるの、見てる、うん、ジャン、昔のことはやめてってこと。ポンちゃん若くて可愛いよ。今も可愛いけどさ、はい、昔も可愛いよ。おいで、おいで、はい、どうしたのポンちゃん、はい、相手してほしいのポンちゃん、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、はい、はい、はい、今ポンちゃんの動画やってんだよ。はい、はい、ほらジャン君がちょっかい出してるとこ今やってるよ、見てみれば、にゃーに、はい、はい、うん、はい、はい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 、うん、そうなんだ、好きだね、はい、ポンちゃん、私5歳なのって聞いてんの。すごい声だね。ふろ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 。そうかもね。少々お待ちください。うん。クンクンしてます。ポンちゃん声の高さだいぶ変わったね。うん、すごい声だ。驚いた。自分で驚いてます。ポンちゃんびっくりしたな。はい。Happy birthday ポンちゃん。Happy birthday ポンちゃん。Happy birthday dear ポンちゃん。Happy birthday ポンちゃん。ビヨン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 。ポンちゃんポンちゃん言うてますが。ポンちゃんの。はい、お誕生日おめでとう。おめでとう。暗くて見えないんじゃない？電気持ってこよっか。まあ黒だからどうせ。ポンちゃんは5歳になりました。5歳おめでとう。はい、そして、いただき物のケーキにこういう細かいのを買ってきてデコレーションしてみました。ちょっと影が映っちゃう。そうだね、これはポンちゃんに合わせてショコラケーキです、はい、茶色い黒い黒猫ポンちゃんにチョコレート味の黒い
ケーキにしてもらいました。はい、それではパパとママが食べます。そしてジャン君もおめでとうと申し上げております。おめでとう。よいしょ。出た。あ、なんか入ってる。栗入ってる。栗？ほんまや、おいしそう。ポンちゃん、おめでとう。うん、だって。はい。こんな感じでございます。よいしょ。はい。いただき物のイワシの缶詰。ここだよ。にゃんこ用。あ、待って待って、ジャン君。あ、ポンちゃん。ポンちゃんのお誕生日祝いです。ケーキです。ケーキの代わりになります。他にもいろいろいただいてますが、今日はこれだけですよ。え、そうなの？私トッピングしようかと思ってるんですけど。もう多分ね、うん、すぐにも食いたそう。そうか。これのおつゆも。まず食べてお腹空いてたら。またあげれば。そっか、おつゆも美味しそうだからね、ぜひ栄養があって美味しいからあげてくださいって書いてあった。はい、じゃあではじゃあトッピングなしですけど、どうぞ。おー、美味しい。ポンちゃん5歳です。いや、これは食べなくていいよ。あ、ジャン君食べてます。こんな美味しいものを慣れちゃったら困るんですけどね。これもね、買ってきてね、あげようかと思ってね。これでね、うん、ハッピーバースデー。あれ？ポンちゃん？ポンちゃんはあまり貧乏じたですか。あ、ジャン君うちで育ちすぎちゃったか。これがついちゃったかも。あ、そう。取って、取れない。あれごと取れば。はい、よいしょ。はい、どうぞ。ポンちゃん、いいの？おつゆしか舐めてないけど。ポンちゃんおつゆ好きなんだよね。もう一回あげてみようか。もっと崩す？崩してみた方がいい？いいかもね。そうかな。じゃあ崩して。ちょっと多いかな？うん。二人には。なんかでも、ものすごく柔らかくて美味しそうなんですけど。こんな。ただ、ジャン君の場合、今度は、あれしないでね、あれね。あれね。ジャン君も切ってあげる。どう？おいしそう。これ絶対人間が食べてもおいしいと思う。そうだね。うん。さて、今日のポンちゃん5歳のお誕生日、ファイナルです。ファイナルなの？これが最後のイベントとなっております。はい、インターネットで我が家で購入したお誕生日プレゼントです。はい、こんなのです。月、はい、月です。爪研ぎでこういう角度だね。こうか、はい、そうかそうか。はい、うん、黒猫ポンちゃんいらっしゃい。こんな感じでね。ポンちゃんおいで。ポンちゃんおいで。こういうポンちゃんを狙っています。これね、裏はね、ブルーなの。こっちがジャン君かな。なるほど。ブルーって、あ、まあブルーか。ブルーって書いてあったよ。うん、ブルー月がとっても青いから、月。スリーと、こっちの黄色と、あります。黄色の方が似合うね。そうだね。ポンちゃん、早く乗ってください。はい、じゃあここに置いとくので後で乗ってね。乗ってね。そしてあそこでずっと泣いてるのがポンちゃんです。ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん。
じゃあこれもいいか。今日はみんなでポンちゃんのことをお祝いしてくれたんで。そうだよ、よかったね、ポンちゃん。チュールチュールか。あとこれもだよ。はい、はい、これはちょっと面白い。あ、どこだ、これか、これか、革製の猫じゃらしですね。そうなの。ヌメ革と竹の天然素材で作ったハンドメイドの猫の何種類かあって、すごく可愛かったので今回は鳥にしましたが、クジラもあったんだよね。そう、あと、エイとかがありました。そう、あって、これをまあ、使って飽きたらっていうか、また次も買うかもね。うん、このここだけ付け替えられて。あ、そう。そうそうそう、そのそういうことなの。そうそう。で、でもさ、壊れる場所が意外と木の部分なんじゃないの？そうでもない。竹だからね、ここがね、あの多分ほら噛んでるうちにだんだん、うん、噛むかな。噛まないかな。大人だからあんまりそうはならないような気がするけど、まあ、そのようなものでございます。それから噛んでもあの天然なので、なんだっけ、次行っていいですか。あ、はい、はい、OK だそうです。はい、これ、そしてこれ、これはヒゲダンスのヒゲです。違う羽だよ。はい、黒い羽と白い羽を買ってきました。そう、首輪な、ね、やつで、でも女の子なの。ポンちゃんが女の子だから本当は赤でと思ったけど、うんうん、ポンちゃんはやっぱ黒。そうね、黒に黒がかっこいいかもしれないね、うん、だからちょっとまあつけてみて後でね。はい、はい、ということで今日はここまで。終。一応おまけにこれがついてたから、2020カレンダー付き、カレンダー付きでっちゃった。カレンダーもらいました。はい、両はい、ペーパームーン。ペーパームーンの上で遊びます。はい、ポンちゃん鳥さんだよ。ちょうどスリスリするのにいいね。そうだね、いいね、いいね、ポンちゃん。スリスリしてます。かわいい、ポンちゃんちょうどいいね。いかったね、ポンちゃんね。いい感じだね、ポンちゃん、かわいい。いいお誕生日になったね、今日は。よかったね、みんなにもお祝いしてもらえたしね。うん、ポンちゃんにちょうどいい爪研ぎだったね。